フェラーリ 250GTO はイタリアの自動車メーカーのフェラーリンが開発したスポーツカー。GTO はグランツーリスモ・オマラガートの頭文字で GT 選手権用として公認を取得したモデルという意味である。2004年にスポーツカーインターナショナル市が発表したトップスポーツカーランキングで総合1位に選ばれた。世界スポーツカー選手権は スポーツプロトタイプの競争加熱を有料し、1962年から国際マニュファクチャラーズ選手権と改名した上で、量産車の GT カークラスにチャンピオンシップがかけられるようになった。フェラーリは、ジャガー E タイプという対抗馬の出現を受け、ジョットビッザリーニを頭とした実験部門のチームが、先代の 250GT、SWB の空力的弱点を改良した250。 GTO を開発した。実際にはいくつかのエンジンバリエーション違いを含め39台が作られたに止まり、連続した12ヶ月に100台以上生産という GT 選手権参戦基準を受けるにはほど遠かった。しかしフェラーリ側は SWB のバリエーションと説明し、SWB の生産台数230台と合わせて100台を超えていると主張した。当時の GT レギュレーションでは、 ホモロゲーションを受けるには、ボディ形状は決まっておらず自由とされており、たとえ一台ずつ形状が違っていてもルール違反にはならなかった。SWB には、オールアルミボディ、6連キャブレター、5足ミッションなどのオプションが巧みに設定されていたため、フェラーリ側からの申し入れが認められ、GTO はホモロゲーションを取ることに成功した。1961年のルーマン24時間レースに、 スクーデリアフェラーリから一台の奇妙なベルリネッタフェラーリがエントリーした。ゼッケン12をつけた。このマシンは素晴らしいパフォーマンスを見せながら、結局エンジントラブルでリタイアしてしまった。SWB のシャーシにピニンファリーナデザインの400、スーパーアメリカ風のボディをまとい、低められたボンネットの下には250テスタロッサの3.0リットル、6ウェーバーキャブドライサンプエンジンが搭載されていた。 この車こそ、翌1962年に登場する 250GTO のプロトタイプであった。翌1962年初頭のデートな24時間レースにも姿を現し、その直後 250GTO が発表された。その後、この車は1962年の耐久レースにたびたび出場している。フェラーリ 250GTO フェラーリ250。 GTO エンジン1962年から1963年にかけて36台製造された GTO はシリーズ I または単に GTO62 から63と呼ばれる国際マニファクチャラーズ選手権では1962年1963年に連続して GT3 クラスのチャンピオンを獲得した1962年に モデナで発表された 250GTO はベース、ホイールベースは SWB と同じ 2400mm。ボディはデザインがフェラーリ自社ともスカリエッティとも言われ、スカリエッティが製造した総アルミニウム製。ボディスタイルは 250GT エクスペリメンタルで問題になったフロントのリフトを抑えるため、フロント部を SWB よりさらに低く長くされた。一方後部は さらに太くなったタイヤを収めるため大きく盛り上がったリアフェンダーとファストバックのリアデッキがすっぱり切り落とされたカットオフテール、いわゆるコーダトロン化を形成していたフロントノーズ前方にはアルファベットの D 型のエアインテークが3つ並んでおり 250GT のデザイン上のアイコンとなっているこれらの穴を蓋で閉じることで冷却器を調節できる年型は フロントサイドのスリットが2本であるが、冷却性能向上のため1963年生産のものから3本へ増やされた。前高は SWB より 90mm も低くなったが、これは SWB のウェットサンプからテスタロッサのドライサンプエンジンを変更したことで実現した。SWB の3キャブに対して6機のウェイバー 38DCN キャブレーターを備え、 テスタロッサと同じカムシャフト、特別なエキゾーストを与えられた結果、300HP、7500RPM の出力を発生した。ただしテスタロッサとは違い、GTOO のカムカバーは黒の結晶塗装が施されている。ミッションはフェラーリ自社製の5段フルシンクロメッシュで、ギア比は2.99から1.99から1.44から1.17から1.00となっている。 最終原則は8種類用意されていたが、最高速度は最も標準的なセットで、時速 251km、最高速仕様を選んだ場合計算上時速 300km を超える、1962年型と1963年型の外観差は、前述のサイドスリットの他に、リアスポイラーがリベット止めのものが1962年型の初期生産型。 1962年中期以降から1963年型はリアフェンダーと一体型となった。1963年型からリアフェンダーのフレアが大きくなった。また元々ハンドメイドのボディパネルのため修理するたびにディテールが異なってしまった車も見受けられる。250GTO シリーズ21964年フェラーリは強力なライバルシェルビーデートナの出現に備え。 250LM を GT クラスへ投入する予定だった。GTOO の公認取得の際に通用したエボリューションモデルという理屈を今回も持ち出したがエンジンレイアウトが異なる点などから受け入れられず GT クラスの公認を得られなかった。また、250LM の戦闘力も熟成が進む1964年後半までは高くなかった。 そこで、急遽二百五十 g t o を3台増産。さらに、g t o 六十二から六十三に改良が加えられた。九百六十四年に3台製作された GTO は主に空力面が改良され、二百五十 g t o 六十四またはシリーズツーと呼ばれた。ボディデザインはピニーファリーナとなり、直線的なフロントノーズ 250LM プロトタイプと、 同様のカットオフルーフを備え、ただし3台とも細部のディテールが異なっている。エンジンは基本的に62から63年型と変わらないが、発電機がダイナモからオルタネーターへ変更になっている。何台かの GTO シリーズ I がシリーズ2と同じボディに換装されている。GTO シリーズ2は1964年初旬のデートが24時間レースに勝利し、ライバルと目された。 シェルビー・デートナが、ホモロゲーションの取得が遅れるのを尻目に、その後も GT クラスで勝ち続け、フェラーリに GT3 クラスの3年連続チャンピオンをもたらした。ただルマンでは、シェルビー・デートナに敗れている、GTOO の生産内訳は3.0リットルが36台、4.0リットルのプロトタイプが3台制作された。そのほとんどがレースで活躍し、 素晴らしい戦績を残した。また39台は全て現存している。フェラーリー330リットル MB1963、フェラーリー330リットル MB1963 の12気筒エンジン GTO には派生した、いくつかの車種がある。330GT エクスペリメンタルは1962年のニュルブルクリンクに登場したプロトタイプの4.0リットル版で、 330リットル M のシャーシに GTO シリーズ I のボディを着せ、リアの足回りを変更したものである。また高くなったエンジン高をクリアするため標準の GTO に比べ明らかに膨らんだボンネットバルジを持っていた。エンジンは330リットル M と同じく375から 400HP と推測される計算台が製作された。 3 3 0ル m b は1963年に登場した。この車は GTOO のシャーシに当時の市販ロードカーであったベルィネッタルッソのキャビン部分を着せたもので3 0リットル版の2 5 0ル m b と4 0リットルの3 3 0ル m b が作られた。3 3 0ル m b はプロトタイプクラスのエントリーであったが、 330リットル MB は 250GTO を最高速度でしのいだ。330リットル MB は4台製造されたが、シャーシナンバー 4381GT の330リットル MB は、その後改装され、フランス、イタリア合作の映画、スピリッツ・オブ・ザ・デッドの中の一編、トビー・ガミットにゴールデン・フェラーリとして登場している。 76億円で取引された1963年式 250GTO2014 年8月14日、米国カリフォルニア州で開催されたモンテレーカーウィークでボナムズ主催のオークションに1962年式フェラーリ 250GTO が出品され3811万5000ドルで落札された。この価格は2013年に 英国で開催されたオークションに出品された1954年式、メルセデス・ベンツ W196RF1 の2965万ドルを上回り、当時の自動車のオークション史上最高値とされている。この GTO は、サンマリノ共和国のマラネロロッソミュージアムの元所蔵者で、1992年にこのミュージアムのイベントを取材したカーグラフィックが制作した。 ビデオ、センプレフェラーリーにはこの車の走行シーンが収められている。この多飛行式では1963年式が5200万ドルで落札されたこともあるという。2018年8月25日にはペブルビーチコンクールデレガンスの会場で行われたサザビーズのオークションで1962年式3番目の車体が4840万5000ドルで落札され、 オークション史上最高額を更新した。同年6月には1964年のツールド。フランスで優勝した1963年式が、個人間取引で5200万ポンドで売却され、史上最高額の車となっている。オートブログ日本版2014年8月18日。かつてイタリアの模型メーカー、プロターが発売した1、24プラモデル250。 GTO はこの個体を模型化したもの。2014年現在でもドイツレベル版パッケージで入手可能。フォグランプのないノーズが特徴。応答ブログ日本版2013年10月8日。約54億円。史上最高の落札額となったフェラーリ 250GTO は安いのか高いのか ?GQ ジャパン、フェラーリ 250GTO。 史上最高学者に5200万ポンド。オートカー、ありがとうございます。